国内には約2000種類ぐらいのダニが生息しています。そのうち家の中に生息しているダニは40から50種類ぐらいいます。この中でも8割を占めるのがです。皆さんこんにちは、皮膚科医の玉木由紀です。今日お話しする内容は家の中にいるダニについて、ダニの発生について、表皮ダニ、コメダニ、スメダニ、舌下免疫療法のミティキュアについて皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、家の中にいるダニについて詳しくなれると思います。このチャンネルは、ニキビ跡、様々な皮膚トラブルでお悩みの患者さんに、正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木由紀がお送りします。皆さんはダニについて、どんなイメージをお持ちでしょうか？ダニって一体どこからやってくるんでしょうね？綺麗な肌を目指して、皮膚科医が、肌トラブルのお悩みを解決します。ダニって羽がないから行動できる範囲は実は限られてるんです。だいたい3つのルートで侵入するって考えられています。まず1つ目が風です。細かいホコリとか塵と一緒に、例えば換気した時に窓から入ってきたりとか、外に干してある洗濯物にくっついて家の中に入ってきます。2つ目が人やペットです。電車とかバスとかの乗り物の座席とか外出先のソファーに座ったりすると洋服にくっついてきて家の中に入ってきます。あとは散歩した時にペットの毛にくっついてきて家の中に入ってきたりもします。で最後は物ですね。ネット通販で買い物した時の段ボールだったりとか購入した衣類にくっついて家の中に入ってくるなんてこともあります。国内には約2000種類ぐらいのダニが生息しています。そのうち家の中に生息しているダニは40から50種類ぐらいいますが、主なものは3種類で、ジリダニ、コナダニ、イエダニです。この中でも8割を占めるのが表皮ダニ、ジリダニの仲間です。これって人を刺すことはないんですが、人の赤とかフケとかの動物性タンパク質を食べて1年中います。高温多湿を好むので、梅雨の6月に増えますが、10月になると代わりにダニの死骸が増えるので、この死骸が乾燥して粉々になって空気とともに舞い上がり吸い込んでしまうんですね。人の血を吸うわけではないので、家の中にたくさんいたとしても、その存在には気づきにくいです。アレルゲンを持っているので、細かく砕かれた糞とか、表皮ダニの死骸を吸い込んでしまうと、喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎とかを引き起こすことがあります。表皮ダニが発生する原因は主に3つあります。温度が20度から30度、湿度が 70% 以上、あとは栄養素が豊富な環境です。この環境が揃ってしまうと、ダニの発育スピードが急激に高まってしまいますので、皆さんもそこのところはよく覚えておいてくださいね。で、もう一度言いますね。温度、湿度、餌、この3つです。チリダニが好む温度は20度から30度、湿度が 70% 以上、フケとか赤とか食べこぼしなどの栄養がいっぱいあるところだったら、どこが思い当たりますか？そう、布団、絨毯、ソファーとか枕ですね。特に敷布団は人の体温とか汗で湿度と温度が高くなりがちで、人間のフケや赤があるから、チリダニにとっても栄養も豊富です。なので、まずは発生しているチリダニを駆除するためには、布団カバーとかシーツを選択しましょう。だけど、布団自体は厚みがあって、洗濯の水流だけだと簡単に駆除できないので、60度以上の高温の洗濯をするか、布団乾燥機を使ってください。ダニは50度以上の高温で駆除が可能です。50度以上の場合には20分以上。60度だったら数分で死滅します。ダニを駆除したら、アレルゲンとなる表皮ダニの糞とか死骸を除去することが大切です。具体的には掃除機で吸い取る方法が効果的です。ジリダニの駆除とアレルゲンの除去が終わったら、ジリダニの予防をしていきましょう。先ほどご説明した3つのジリダニが好む条件に焦点を当てて予防することが大切です。では、具体的にはどのようにしたらいいんでしょうか。まずは湿気が多いと良くないので、風通しを良くするために部屋をできるだけ換気するようになさってください。あと、ジリダニが発生する栄養源を取り除くために、シーツをこまめに変えたり、カーペットや布団はできるだけ洗うようにしましょう。
カーペットは裏側まで掃除機をかけるのがコツです。ダニが繁殖しやすいのは梅雨以降の高温多湿な時期だから、湿度を 60% 以下に保つようにエアコンの除湿機能を使ったりとか、窓を開けて換気をしてください。防ダニシーツとか防ダニマットレスとか、便利なアイテムを使って予防するのもあるので、より効果的に予防したい方は使用してみてもいいかもしれません。マットレスを床に直接敷いたりとか、布団敷きっぱなしにしているのは良くないんですよ。換気の悪い押し入れも、クローゼット、タンスも、湿気が溜まりやすくてダニが多いところなので、四隅までしっかりと掃除機をかけましょう。あとは子供部屋です。子供部屋って物が多くって、片付けや掃除が行き届かないですし、ぬいぐるみがあるので、ダニが発生しやすいんですね。次は粉ダニです。粉ダニっていうのは、台所とかの湿気が多い場所に現れやすいダニで、その名前の通り、小麦粉などの食品袋の中で大量に繁殖する厄介な害虫です。粉ダニは小麦粉以外にもチョコレートなどのお菓子とか、砂糖とか味噌とかの調味料、あとは煮干しとか、藁とか、そういうものを餌にしています。粉ダニの大きさは 0.5 ミリぐらいだから、繁殖すると白い粉末状に見えるんですけど、よく観察してると粉が動いているように見えます。で、しまっておいた小麦粉を使おうと思ったら、粉が動いてて、よく見たら粉ダニだったとか、医薬品は棚にしまってることが多いんですけど、使っていない古いものってご自宅にあるでしょ？すごい久しぶりにその薬飲もうかなと思ったら、錠剤とか粉末に粉ダニが発生していることがあるんです。で、発生してしまった場合は、粉ダニは高温に比較的弱いから、煮沸したりとか、塩味で乾燥させると死滅することができます。そして食品はできる限り10度以下に保存することで増殖を抑えることができます。粉ダニ自体は人を刺しませんし、無害な害虫なんですが、原因を放置したまま大量発生してしまうと、お次にお話しするスメダニを発生させてしまうので要注意です。スメダニは吸血はしませんが、人を刺すので、刺されると皮膚が赤くて痒くなることがあります。スメダニは捕食性のダニだから、動きが速くて、チリダニとか粉ダニとか他のダニを餌にしちゃうんです。スメダニの被害が多いのは8月から9月ぐらいなんですけど、スメダニの餌になっている表皮ダニとか粉ダニが8月から9月に増殖するので、一緒にスメダニも増殖しちゃいます。主にカーペットとか畳とかに生息していますけれども、表皮ダニを捕食するために布団や枕に発生することもありますし、粉ダニを捕食するために乾燥食品類の近くにも発生するので注意が必要です。ツメダニの寿命は3、4ヶ月ぐらいで、生涯に100個ぐらい産卵するんです。卵は1、2週間で羽化するので、繁殖力は結構旺盛です。ツメダニが刺すのは、吸血をするためじゃなくって、表皮ダニとか粉ダニとかを食べるときに間違って人を刺してしまうんです。スメダニは吸血することはありませんが、体液を吸うので、スメダニの唾液が侵入して皮膚に腫れや痒みを起こします。スメダニは先日動画でお話ししたイエダニとは違ってて、皮膚に柔らかくない部分でも刺して水ぶくれにはなりません。イエダニは吸血するので、血管の近くの柔らかい場所を狙って刺すのと、刺されたところが水ぶくれになるのが見分け方のポイントです。舌下免疫療法、ニキキュアについてなんですが、脱肝砂療法とも言われていて、アレルギーの原因であるアレルゲンを少量から投与することで、体をアレルゲンに慣らしていって、アレルギー症状を和らげる治療法です。ダニによって、くしゃみ、鼻水、鼻詰まり、目がかゆいのがひどいと生活の質が落ちますし、抗アレルギー剤だと眠くなってしまう方がこの治療に取り組まれています。治療前にはダニによるアレルギーがあることを採血で確定診断をつけてから始めます。5歳以上のお子さんに治療ができます。この治療をすると長期にわたって症状が抑えられるんですが、治療期間が3年とか5年と年単位が必要なのと、あと気をつけなきゃいけないのが、アレルゲンを投与するわけですから、アレルギー反応が起こる可能性があって、場合によってはアナフィラキシーって言って、ジンマシン、腹痛、吐き気、息苦しさ、意識の低下とかのショック状態が起こることがあるので、適切な対応ができるクリニックでのみ処方されています。なので気になる方はお近くのクリニックを受診なさってみてくださいね。綺麗な肌を目指して、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ということで今日は家の中にいるダニについて、ダニの発生、
表皮ダニ、粉ダニ、爪ダニ、舌下免疫療法のミティキュアについて皆さんにお話をさせていただきました。いかがでしょうか？家の中のダニについて詳しくなれましたでしょうか？このチャンネルでは綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画配信の励みになりますので、とても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるので、とても嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。